はい、森高です。YouTube の動画にですね、コメントいただきましたので、お答えしていきたいと思います。自由形です。自由形の息継ぎができないのですが、どのようにしたらよいでしょうかと。水も一緒に捨ててしまいますと、質問いただいております。で、このですね、水も一緒に捨ててしまうということは多分タイミングだと思うんですね。自由形のところはまた動画でもやっていきますけども、まあ、イメージとしたら、基本的には、この手の書きとこの呼吸する動作って一緒なんですよね。ですから腕を例えばノーブレした時は全然腕意識すればいいんですよ。でも呼吸した時に腕のことを考えてしまうと結局腕かいてもうここ進んでるのにこれ呼吸入ってしまうとここに水がありますから、そうすると水飲みますよね。ですから呼吸は呼吸ですから、呼吸する時は手の動作で正直考えなくてもいいと思ってます。ここちゃんと水を呼吸する時にね捉えようって考えなくても、こう水かいてかいて、ここでも一緒にパッてこう動作を合わせてあげればいいかなと思います。まあ、そのあたりをちょっとね、動画で見ていきたいと思うんですけど、ここで手かいてきて、何これノーブレかな。だからノーブレした時はもう全然ね手に意識していただいてるんですよね。でストップ今呼吸入りそうだったので、はい、ちょっともう一回戻してください。ここ次呼吸入りますか、見てくださいね。で今手が入ります。この時にもうこの時にはちょっと水中動作は見えないんですけど、僕の中ではもう顔がもう呼吸する動作に入ってます。ですからその時にここには何も手をしっかり呼吸する時に書こうって全然意識してないです。ただ呼吸をするために手を引いていこうという意識の方が多いですね。ちょっと一回いってみましょう。ここからもう呼吸入ってます。そうすると OK です。そうするとちょうど手が後ろに行った時にここに呼吸が入ってくるので、ちょうど水がこうねこう少しくぼんだ形なので呼吸がしやすいわけです。ですからそのタイミングがずれると、進んでこういくとちょうどここはもう水がフラットな状態になってしまいますので、ですからうまくここのね呼吸する時には呼吸のことだけ気をつけながら動作と合わせる。ですから家とかでもね立った状態でこういうふうに合わせる練習をするといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。皆さん、 YouTube マイチャンネルのご登録はお済みでしょうか。最新情報を配信しておりますので、皆さん必ずこのマイチャンネルご登録をよろしくお願いいたします。